群馬県立大田高等学校。群馬県立大田高等学校は、群馬県大田市西本町にある県立高等学校。東毛、県東部に所在する、創立以来の男子校。略称は、ふとしだが、多たたか、職員や OB の一部は、他校と称しているが、近接する群馬県立大田工業高等学校。大野匠と区別するため生徒のほとんどは、たかと略す。 全日制普通科、男子校のほかかつては、定時制普通科、男女教学が設置されていたが、平成19年度卒業生をもって、定時制は廃止。現在、全日制は1学年7学級、定員は280名。卒業者数、全日制は、旧制中学校時代を含めると2万人を超える。制服は、一般的なめりの学生服に、 交渉の書かれたボタンと襟に、押すと書かれたバッジをつける。校内に、東海山古墳と呼ばれる古墳がある。毎年東京大学、京都大学、一橋大学、東京工業大学、早稲田大学、慶応義塾大学などに、多数の合格者がある。同窓会は、金山同窓会と称する。三種の神儀の一つ、八鷹神に、ふとしだか、旧姓は、 福祉中の文字を配す。効果、明治37年制定は、こう、おつがあり、いずれも作詞は、土井万水、作曲は、久住み三郎が行っている。旧制中学時代の歌詞と現在の歌詞とを比べると、大田中学が、大田高校に書き換えられたけである。この効果は日本で作られた効果の中で最も古いものとされている。 初代校長の三浦菊太郎が同じ高校に通っていた土井万水、久住温三郎に作詞作曲を依頼。土井は一度も大田高校には来られず、当時の社会科教師、荒井新示瀬が地図を送り、その地図を参考に作詞した。その後、土井が別件でこの地を訪れた際、昭和十七年十月、急遽公演を開いた時、当時の矢野校長も土井万水先生と発音したが、 土井の出身地である東北地方では土井という発音は非常にしづらく土井に改名したということを本人から指摘されて以降大田高校では土井万水を土井万水と呼ぶのが勘である。明治37年1904年生涯。明治37年1904年生涯。1 時はこれり鍛えたる日頃の手並みいざ示せこうむれば、全軍勢も多く守れば、大山揺るぎなしに、勝利をつぐる時の声点を揺るかせ、地を振るう金山南六商点高く輝く。が、当のこれの句が、愉快だね愉快だね、ああ愉快だね、愉快だね、ああ愉快だね、愉快だね、ああ愉快だね、愉快だね。もしも、ふとしだかが負けたなら、電信柱に花が作絵に描いただるまさんが踊り出す。 焼いた魚が泳ぎ出すチャンスだチャンスだカットバセチャンスだカットバセ大田高校の息を示せ今だチャンスだカットバセ OHSOHS チャンスチャンス OH ああ真理への同系に陰露を煙る揺らの野やくるめき春の陽光にはゆる自由の殿堂屋と落としに松らいむにぶ新田山星影刑事す太高台等、淡木窓により先鉄の後部を引くさん、 主要の山にわらび取り粛々生きて、液水に、宗子の後を、母秘手は、憂えの地には帰るよん。身新地またに強へども名人祖国を汚すとも、伝統を伝えて八百の郊外の死を、いかに戦後、早急祝すは様がくかなくくれるる赤木さん。春かけ岸策に、商用エヴのノなしろうして、闇にうくろく、君風香る果て山に、夕のとねの朝廷にくれない散らす。 検事等の3年の旅を君知るや。部活動も盛んであり、部活動加入率は約80%を超える。2年に1回に、文化祭、太子高り、多校祭、体育祭、大抗線本線が行われ、頭文字の T を取り、3T サイクルと称している。また、毎年マラソン大会、球技大会、大抗線部戦が行われている。 隣接する栃木県足利市にある栃木県立足利高等学校との間で毎年開催される。両校は共に出日合見、文武両道を校風として掲げていて、学習名や部活動面などでも常に良き、ライバル関係にいる。本選の年は一回交代で相手の高校を訪れ、足利高等学校は足利市の旗を、大田高校は新田市の旗を掲げつつ、 様々な種目で競い合う。それ以外の年は部活動同士の部戦が行われる。また、2007年までの戦歴は、足利高校ウェブサイトにて確認できる。3日間にわたり様々な出し物が出される。1日目は仮装行列と題し、各クラスの生徒が、それぞれのテーマを決めて仮装し市,市内を回る。2、3日目は、校内で、各クラスの出し物が行われ。 各部活動では、出展が開かれる。なお、出展での収益は部活動の予算として計上される。基本的に、各生徒は、トラック競技、15人16脚、スウェーデンリレー、イカダタイムアタック、団体高リレーから1種目、フィールド競技、オーナーは、綱引き、棒倒し、騎馬戦から2種目を選択して行う。クラスがそのまま団となり、点数を争う そのうちスウェーデンリレー、団体校リレー、棒倒し、騎馬戦については、団体校で戦い、その他の競技は、クラス別となる。順位は、団と、クラス別々に発表される。また、応援合戦については、各団3分の所定時間の中に、応援歌である、字は来たれりを必ず入れ、様々な方法でアピールする。大田市運動公園と富士重工大泉工場の、周辺、 約8トルを全校生徒が一斉に走り順位を競う。二日半の間、バレーボール、バスケットボール、サッカー、ソフトボール、卓球、テニスの6種目について、全学年の全クラス及び職員チームの計22チームで行われる。トーナメント方式によって行われ、各チームの得点によって総合順位が決定する。概要10日山古墳。 敷地内に、東海山古墳という古墳が存在する。学校の敷地内に、古墳のある学校は、全国的にも珍しく、学校のシンボルになっている。墳球は、現状30メートル弱の円墳である。校舎は古墳を避けるように直角に曲がっているため、1、1階から4階までの西側の2教室は、他の教室と少し離れた構造になっている。生徒会士、 稲荷山はここから取られた。稲荷山掲載の生徒の創作では、たびたび重要施設として登場する。埋葬施設、埴輪の有無等は、未調査のため不明。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。